スコット・エパーソンは、アメリカ合衆国の元プロレスラー、カリフォルニア州出身。現役時代は、スコット・ロストのリングネームで活躍しており、PWG 創設者のメンバーのうちの一人である。2010年に引退をしている。2000年にアップへのリングでデビュー。その後様々なインディー団体を転戦後、2003年5月に、ディスコマシン、エクスカリバー、ジョー・イライアン、トップガントルー。 スーパードラゴンの6人、通称 PWG6 で南カリフォルニアに PWG を立ち上げている。そこでファンキービリー・キム、テクニカル・ウィザード・ジョー・イライアンと X ファンデーションを結成している。2003年7月23日の PWG 初興業でアダム・ピアース、ハードコア・キット、アルカトラズと試合を行っている。2004年2月22日に PWG 世界タッグ王座をかけて、ジョーイライアントのタッグで、初代チャンピオンのホミサイドとビーボーイに挑戦、勝利してタッグ王座を初体感している。しかし、翌3月にクリス・ボッシュとクイック・シルバーのタッグに王座を奪われてしまっている。4月に、再び、エクスカリバーとスーパードラゴンの持つタッグ王座に挑戦し2度目の体感をしているが、タイトル保持中にパートナーを、 クリス・ボッシュに変え、三度目の体感を果たした。同時に、タッグ名もアロガンスに改めている。しかし、7月にクイック・シルバーとスコーピオ・スカイのタッグと、マスクとタイトルをかけたタイトルコントラマスクで試合を、スルモ・スコットが、ピンホールを奪われ、タイトルを奪われている。試合後にスコーピオ・スカイを攻撃して、抗争していたが、12月のアイクイットマッチにて、スコーピオ・スカイが椅子を使った。 スコーピオンデスロックでスコットがギブアップし構想を終了している。2006年初頭にタイトル王座をかけて王者組のスーパードラゴンとデイビー・リチャーズとのタッグと対戦するもスコットがサイコドライバーでピンホールを取られ負けている。3月に再びタッグ王座に挑戦。試合中にジョーイライアンとスコーピオスカへの介入もあり王座を獲得し4度目の獲得となった。 その後この4人でダイナスティを結成。10月に b ボーイとスーパードラゴンのタックに、破れタイトルを失っている。2008年に入ると、パートナーをライアンに戻し、1月に PWG タック王座を獲得。通算5度目の大冠となった。しかし、3月に、ケビンスティーンとエルジェネリコのタックに奪われている。タック王座を手放してからはシングルで活動をするようになり、 AWS ライトヘビー王座、AWS ヘビー級王座を獲得した。また、PWG 世界ヘビー級王座にも挑戦している。2010年1月に、ローに、初参戦。スコーピオスカイトのタッグで、コルトカバナとエルジェネリコのタッグと対戦している。翌日行われた PWG の興行では、ライアントのタッグで、グレート、ムッタとカイト対戦。シャイニングウィザードで、 ピンフォール負けをしている。6月28日に PWG7 周年、工業で長年のライバルであるスコーピオスカイとの試合で引退することを発表。7月30日の引退試合でスコーピオスカイと対戦し、負けている。引退後はコミックブックアーティストとして働くことを発表した。ありがとうございます。